もう連打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 。こんばんは、オミチューブです。本日の動画はファッション動画やっていきたいと思います。本編構成はこちらになってます。過去動画もぜひご覧ください。概要欄コメント欄に記載します。それでは本編どうぞ。本日紹介するメンバーは、今回はメンバー全員調べることができました。早速ご覧ください。まず一人目はナオトさんです。こちらは11月17日に公開されたインスタの画像となっております。こちらのサングラスは、スタジオセブンとゾフの型番が ZN231G28 の1411となっております。お値段は、続いてもナオトさんです。こちらは翌日の18日に公開されたインスタの画像となっております。こちらのメガネは、同じくスタジオセブンとゾフの型番が ZF232017 の1521となっております。お値段は、続いてはケンジロウです。こちらは11月18日に公開されたインスタの画像となっております。こちらのダウンは、ハイファイブファクトリーと体温のプルオーバーダウンフーディーとなっております。お値段は、こちらはダークグレーとブラック、そしてオリーブの3色展開となっております。続いてはこちらの画像です。こちらのダウンは、ハイファイブファクトリーと体温のボタンダウンジャケットとなっております。お値段は、こちらはブラック、ベージュ、そしてオリーブの3色展開となっております。続いてはナオトさんです。こちらは11月18日ライブ初日のストーリーとなっております。こちらのバッグは、スタジオセブンのファイルトートバッグとなっております。お値段は、こちらは以前のスターズのライブの6月7日の大阪公演でも持参しています。続いてはリュウジです。こちらは11月18日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらのサングラスは、スタジオセブンとゾフの型番が ZF231026 の 48A1 となっております。お値段は、続いては直樹さんです。こちらは11月19日のライブ2日目のお写真となっております。こちらのセットアップは、ルイ・ヴィトンのモノグラムデニムジャケットとなっております。お値段は、続いてこちらのパンツは、ルイ・ヴィトンのモノグラムプリンテッドデニムパンツとなっております。お値段は、続いてはケンジロウです。
こちらも同じく11月19日のライブ2日目のお写真となっております。こちらのシャツはハーレーダビッドソンの T シャツとなっております。お値段は、続いても直樹さんです。こちらも同じく11月19日のライブ終わりのオフショットとなっております。こちらのパンツはブレスのマルチポケットワイドカーゴパンツとなっております。お値段は、続いても直樹さんです。こちらも同じく11月19日に公開された X でのオフショットとなっております。こちらのスニーカーはリーボックのインスタパンプフューリー OG となっております。お値段は、続いてはガンちゃんです。こちらも同じく11月19日に公開されたライブのお写真です。いやー、その前に肩の筋肉がエグすぎますね、これは。いやー、このイケメンとムキムキはもうチートですね、これは。では、こちらのニット帽は、クロムハーツの3クロスビーニーのネオンライムグリーンカラーとなっております。お値段は、続いてはこちらのパンツはルイ・ヴィトンのレーザートラックパンツとなっております。お値段は、続いてはオミさんです。こちらは11月20日に個人で公開されたインスタの投稿なんですけども、ライブのお写真です。こちらのジャケットはセリーヌのレーザーバイカージャケットとなっております。お値段は、続いてもおみさんです。こちらのブーツはバレンシアガのショートブーツブーティーとなっております。お値段は、最後はエディです。こちらは11月20日に公開されたインスタのストーリーです。こちらのサングラスはバレンシアガの型番が BB0180S です。お値段は、以上3代目ファッション動画でした。